人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。あちらに見えるのがテキサス州議会の議事堂です。ここはテキサスの州都オースティンです。テキサス州といえば今民主主義を守るための戦いのリーダー的な州となっています。今日これを動画を撮影しているのは3月2日、2日前の2月28日に、皆さんもご存知のようにトランプ前大統領が、大統領退任後初めての公の場での演説をしました。1時間半に及ぶ大演説だったんですけども、 YouTube でリンク先を下に貼っておくので、ぜひ英語で勉強と思ってご覧になってください。トランプはですね、ずっと1時間半の間もうパワフルでエネルギッシュな演説をしました。でそこに参加した人たちも大盛り上がりに盛り上がってですね、素晴らしい、ものを見たという感じがしました。ポイントはたくさんあるんですけども、一つはですね、トランプは、別の党を作るという、噂があったんですけども、あれはフェイクニュースで共和党とともに戦うという姿勢を示しました。そして先の、選挙2020年の大統領選はもう本当にあれは不正だってことで、実際ね投票民以上の投票があったりとか、いろんな例を挙げて、で、次回の選挙は、必ず ID 身分証明書と照らし合わせて、正確な選挙民に選挙をさせるようなことを提案しました。その上で、前回はもちろんやっぱ彼が、実質的には、勝ったという前提で、今度ですね、3度目の、民主党を打ち破る、すなわち2016年、そしてこの間の2020年、で今度は2024年、そういうことで立ち上がるかもしれないということで、自ら、大統領として、立ち上がることを示唆しました。あとはですね、バイデンの、いろいろこの1ヶ月間もう本当にどうしようもなく、とんでもないことばっかりやってるということを述べたりとかですね、例えば移民政策ですね、壁を中止して、不法移民に市民権を与えるような動き、これはですね、いろんな犯罪を呼び込むようなものなんですけども、そういった話とか、あるいは、外交方針についてですね、の点、それとかですね、テキサス州を例に挙げて、バイデンのやってる脱炭素化、グリーンエネルギー、それとですね、この今回のテキサスの、風車が止まってしまったこともあるんですけども、そういった話とか、非常に、熱のこもったもう心に訴える演説でした。今後今ですね、どんどんトランプの人気が高まってます。いろんな世論調査のデータはあるんですけども、これ本当にですね、様々なデータがあって、世論調査というのはいい加減だと思うんですけども、ある世論調査によると、共和党のですね、75% はトランプを支持しているそうです。そして民主党、バイデンに票を入れた人でも今 33% はもうバイデンに呆れてですね、トランプ、隠れトランプというデータも出ています。多くの、民意、国民のね、こう気持ちを受けて、トランプ、次回の2022年の中間選挙では、おそらく、大勝利を収めると思います。共和党内もどんどん固まってきてですね、1月には、下院トップの、ケビン・マッカーシーがわざわざフロリダに行ってですね、トランプと次回の下院は絶対過半数を取ろうということを約束し合ったりとかですね、最近、上院トップの、ミッチ・マッコネルもですね、トランプが出るんだったらトランプを応援するということで、共和党内の意見も固まってます。で逆にトランプにこう反旗を挙げた議員たちはですね、もう地元の支持者からもう激しく戦えてて、もう次回はないぞという感じで、共和党がね、一致団結してもうトランプを支えていこうという体制が出来上がっています。一方バイデンの方は本当に何をやっているのか呆れてしまうんですけども、
もともとバイデンは、まあ、民主党の中でも中道派だったんですけどもね、まあ、今回のこの大統領令の乱発した署名を見ていると、まあ、どうもこれバイデンのね、自分の政策じゃないなという気がします。まあ、まるでですね、あのオバマ元大統領がバイデンを操っているように、まあ、オバマの政策をトランプがひっくり返して、それをまたオバマに戻すというような流れがあります。まあ、現にオバマは今もう大統領でもないんですけども、地元のシカゴにはおらず、ワシントン DC を拠点にしてですね、こうやっぱ影響を与え続けていると、まあ、そういう情勢の中で本当の民主主義、これをですね、ぜひ守っていただかないとということで、今日はオースティンからお届けしました。